チャリンコちゃん久しぶり。いや本当久しぶりですよチャリンコ。この冬の間ね、沿岸部行ってあのミニベロを乗ってましたけども、このシティサイクル乗るの久しぶり。まあというのもですね、もうあの雪も溶けてチャリンコ乗れるんですけど、ほぼね歩ってましたよ僕。なんかあのチャリンコ、この2年前にね、あのこのチャリンコを買って走り出した時はね、もうはあはあぜーぜー言いながら走ってたんですよ。いやチャリンコって運動なるなと思って走ってたんですけども、もう最近全然運動になりません。もう余裕のよっちゃん、もう息上がんないもん全然。だから運動のためにね、まあ歩いたりたまに走ったりそういうことをしてたんですよ。もう体力つきまくりだからね。まあということでね、今僕どこに向かっているかというと、取引先のね、社長さんが美味しいよと教えてくれた蕎麦屋さん、八幡にあるんですけどね、蕎麦将軍っていうところにね、今から行ってみたいと思います。手打ちのね蕎麦で、まあ、盛岡市の大阪原にある山屋さんがね、そちらご出身の方で、腕は申し分なさそうなんでね、あとはタレだよね、僕好みに合ったタレなのかどうか。僕はね甘じょっぱいタレが好き。まあ自分でもね、まあ最近作ってないですけども、あのタレ作るので結構うるさいんですよ僕。タレに関してはね、紙の橋をね渡っていきましょう。まあ雪解け水でね増水中でございますよ。雪解け水特有のね、あのなんていうか緑がかったちょっとくすんだ水の色をしてますね。明日からね新年度を迎えるんですよ。でこの道まあ懐かしの道なんですけどね、僕が社会人になって1年目に毎日通ったこの道、この春先のねちょっと肌寒い時期にここを通ったって、当時若かったから肌寒い記憶はないんですけどもね、この時期なんだね。あれからもう丸32年か。いやー年取るよな俺もね。まあその丸32年にしてこうやってチャリンコが楽勝よって言って走ってんだからね、自分でも驚きですよ。チャリンコはね新名町を抜けて中野橋通りの方を向かっております。いや会長にねスピードも上げ、ロードバイク並みとはいきませんけどもねすっごいよ俺本当に。このブレーキなんだよね要はロードバイクってバリバリブレーキ効くでしょ、その差だよね。あ、盛岡バスセンターだいぶ骨格がねできてきました。いつだっけな、秋には完成だったからな今年のね。まあ完成したら何らかの形でここに来てみましょう。まあ、バスに乗ってみんなもいいかな久しぶりにね。そしてこの交差点ね、昔沿道チェーンがあったところの交差点、僕が社会人になって1日目だね、1日目の独身寮に帰る途中、沿道チェーンによってなぜか洗面器を買ったという今でも思ってるよ、なぜか洗面器買ったんだよな、みんな意味不明だよ未だに。会社の人に言われたのかな、そうやってね、洗面器はあった方がいいぞみたいな別になくてもよかったんだけどさ。さてさてね、蕎麦将軍さん、間もなくねここの左手にございます。お店はね11時半かな、開店がねどうかな、やってるかな、休みじゃないといいですけど。蕎麦将軍見えてきました。上りがね、ああ上り出てましたね。さーて、じゃあここで食べていきましょう。
僕が頼んだのが遠飯&そばランチでございます。遠飯とは醤油ベースで煮込んだ豆腐をご飯にのせたものですね。そばの麺線が細い手打ちそばとのことですので、この麺線を見ただけでなかなかの腕前の持ち主であることがわかります。遠飯なるものは初体験ですが、これはこれで癖になりそうですね。値段的にもよくまとまった設定ですので、孤独の定番そば屋に加わること間違いなしでございます。いいですね、いいですね。定番そば屋っていいですよね。そば屋はなぜか馴染みの店がいいのであります。ちょっと辛めのタレもなかなかのものでございます。孤独的にもいい感じでございます。それにしてもなぜ蕎麦好きの方は味にうるさい人が多いんですかね。お前が言うなって言われそうですが、僕はそれを肌身で感じてまいりました。実は僕以前そば関係の仕事をしており、年に1回の展示会の時には日本中世界中の飲食関係者にこれでもかとそばを食べさせてきました。そして必ずと言っていいほどそばはああだとかこうだとかうるさい人がいるんですよね。いろいろうるさいんで、まず俺のそば食ってけろって食べさせてやりました。そんな人が1日に10人以上はいましたね。目の前でそば粉からあっという間に生地を作って、機械であっという間に麺状にして茹でて提供してやりましたよ。そばにうるさい親父も最終盤戦へと突入いたしました。この頃には脳内の満足中枢が上昇トレンドに差し掛かってまいります。新たな定番そば屋を開拓できたことに大満足であります。立ち食いじゃない本格的なものが恋しくなったら、こちらに寄らせていただくことといたしましょう。